第1回口頭弁論が行われるも、5分で閉廷となった松本人志対文春の裁判。松本人志側は文春に告発した女性の素性を明かすよう要求。しかし文春側はこれを拒否。裁判官は松本側に事実内容の確認を求めるも、告発者が特定できなければ認否のしようがないとし、わずか5分で閉廷となったのだ。こうして再び注目を集めることとなった告発者の A 子、B 子の正体。世間でも2人の素性を明かすべきかどうかに関しては賛否が割れていた。そんな中、ある人物が衝撃のポストを X に投稿。渦中の女性2人の実名を暴露したのだ。そのソースは文春オンラインのとある記者だと明かしたが、果たしてこれは事実なのだろうか。 YouTuber 折原の X 投稿で明らかにされた告発者女性の正体、その真偽と世間の反応を紹介していく。松本人志対文春の第1回口頭弁論が3月28日東京地裁で行われた。松本本人の出廷はなかったものの、傍聴席を求め700人近くの人が集まり列をなしていた。世間の注目を集めた第1回裁判だったが、開廷早々松本側のある要求によって話し合いは平行線となり、なんとわずか5分で閉廷する事態となった。その要求とは、文春記事内で被害者とされていた A 子さん、 B 子さんの素性の開示だ。名前から住所、 LINE アカウントに至るまで告発者特定のために明らかにすることを求めたのだ。しかし文春側は告発者の安全確保のためこれを拒否。しかし松本側も告発者を特定できなければ認否のしようがないとし閉廷となった。この松本側の情報開示要求に関して、世間でもその必要性に関して議論が巻き起こっていた。そんな中、現在 X 上である人物のツイートによる暴露が注目を集めている。その人物とは YouTuber の折原だ。これまでに彼は旭川女子中学生の事件に関係する10代少女に突撃取材を試みたり、ガーシーこと東谷義和の実家への住居侵入で逮捕された過去もある、かなり過激なことで知られる人物。そんな彼が4月1日に投稿したポストによると、文春オンラインのとある記者が彼に連絡をよこし助けを求めてきたのだという。松本人志の加害として告発した人物2名の名前が分かった。文春の記者からも詳しく話を聞いてきた。こう切り出した後、折原は現在係争中の裁判の重要人物である松本人志を文春に告発した女性2人の氏名、所属事務所等、その素性を詳細に暴露したのだ。さらに、この2人はかなり仲が良いみたい。ちなみに A さんはインスタで親しい友達限定でいろいろ書き込んでたけど、誰が晒したか分かりそうだからさすがに公開しないでおくわ。この衝撃的な投稿が現在注目を集めているが、一部ではこの投稿がエイプリルフールであったことも手伝ってガセネタではないかとの声も出ていた。本当ならすごい情報ですね。でも今日はエイプリルフール、信じていいものなのか。嘘でも本当でもエイプリルフールネタでは済まされなそう。折原が言及した A 子は、いわゆる赤文字雑誌の代表である有名ファッション誌の新世代モデルグランプリにも選ばれた経歴を持つ人物。2014年から芸能活動を本格的に始めているようで、2016年以降は目立った活動はなく、その後現在はクリエイターや YouTuber として活動しているようだ。今回裁判の議題となっている松本の加害が指摘されているのは2015年。もし彼女が本当に告発者だとすれば、これから芸能界で活躍していこうと張り切っていた頃だったのかもしれない。時期的には確かに一致する。そしてもう一人の B 子は現在も活発に芸能活動している様子が見られる。モデルとして、女優としても著名な作品に出演している。これまでの流れでも松本人志擁護派が告発者を攻撃する例が見られてきた。例えば初めて実名顔出しで文春に被害を告発した元タレントの大塚梨花もそうだった。彼女はこういった誹謗中傷などの攻撃に対し法的措置を講じると訴えていた。 A 子、 B 子に関しては今回の松本加害疑惑騒動の発端にもなった人物。真偽が定かでないにせよ、今回の折原のポストによって2人の名前が明かされてしまった今、彼女らへの攻撃が始まることは想像に難くない。
実際、彼女らの SNS には早速誹謗中傷を含めた複数のコメントが上がり始めている。しかし一方で、この折原の暴露ポストには松本擁護派からも慎重な意見が多く見られているのだ。実名とか X で晒すことではなく、まっちゃんが分かればいい情報だと思います。この人たち誹謗中傷とかで大変なことになると思います。そもそも信頼できるソースかも分からん、なんでこんなことしちゃうのか理解に苦しむって、いやまあ顔も何も晒さずに好きかっていうのは腹立つけど、なんで晒したんや、大丈夫か。それ以外にも、これ違ったら名誉毀損になるんじゃないかって心配。それだけ情報に自信あるってことか。これ晒しちゃダメだろ、晒されたらもう出てくるしかないんだが、松本人志側が裁判に名前すら出てこないものの発言の信頼度のなさを主張できなくなった。裁判ってそういう駆け引きあるのに。そもそも折原の言う文春オンラインの記者は、なぜ彼にこんな情報を渡してしまったのだろうか。この突然の暴露に懐疑的な意見も少なからず見られた。これが本当だったとして、なぜ記者は折原に情報を明かしたのだろうか。この問題投稿の直前、折原はこのようにポストしていた。今文春の記者と話してきたんだけど、なんか文春の中でもいろいろごちゃごちゃしてるみたいだな。いろいろ相談されて助けてくれって言われたけど、かばいようがないんだけど。投稿には折原に垂れ込んだ記者がうつむく姿と、その名刺らしきものの写真も。どうやら折原にこの情報を渡した某記者は文春内での問題で苦しんでいたようで、その相談を折原に持ちかけたようだ。というのも、裁判が始まって以降、文春の記事の信憑性、取材の質に疑問が出始めているのだ。先日、暴露系配信者これこれのもとに松本から被害を受けたとして連絡をよこした女性は、通話で告発が虚言であることをこれこれに見抜かれていた。そしてこの女性の告発はすでに文春法第7弾で記事になっていた内容であり、これによって文春の取材の荒さが露呈することとなったのだ。もしかすると、こういった荒い取材をもとにして記事を書かなくてはいけない状況に耐えられなくなり、この記者は折原に助けを求めたのかもしれない。そんな状況に置かれる記者の心情を推し量るようなこんなコメントも見られた。文春内に正義がなくなってしまってる証拠だな。大義名分もない記事を書かされて、その金で自分の幸せや家族を養うことが見合わなくなってきてるんだろう。かわいそう。ああ、答え合わせができた気がする。やはり文春内部において、いわゆる芸能スキャンダルを追いかける部門は統率が取れていないんだ。松本人志さんを擁護するわけではないけど、これはかなり捏造、もしくは中途半端な取材で見切り発車したっぽいな。一方で、この記者に対しては厳しい意見も飛んでいる。そんなこと入る前に想像できるだろうに。困ってるから助けてくれって都合よすぎるし、虫がよすぎる。様々な人の人生を変えまくって稼いできたのに、いざ自分たちに火の粉が降りかかると助けを求めるか。ふざけるな。さらに折原に対しても、文春オンラインの方に知人がいるのだけは分かった、自分は転載したくなかった的な話なら転職進めて終わりでは。相談されて助けてくれと言われたってことは知り合いってこと。記者が折原の知り合いだったとすれば、記者が身の上相談するのは分かるが、2人の女性の正体を暴露した理由が定かではない。するとネット上では様々な憶測が湧き出した。文春に不利な情報を文春記者が暴露するのは何のメリットがあるんだろう。やらせだろう。松本人志側が何か企んで印象操作に入ったな。裁判で告発者の名前を出したがらなかった松本側の裏工作なのではないかとの声も上がっていたが、逆に文春側の企みなのではないかとの意見も。ごちゃごちゃしていると見せかけて、わざと真偽不明の情報を流している可能性もありますね。どちらかというと文春側に言い訳させてしまう告発に感じます。文春が表では女性を守るという体をして、告発者は実在すると証明するため裏で工作し、身元を漏洩させようとしていたら怖い。様々な意見が上がる中、折原は自身に送られてきたこんな DM も公開している。あなたが本当に松本さんのことを応援しているのか、単に有名になりたいのか、はたまた文春側の方なのか、どういう立場の方なのかは分かりません。私は松本人志さんファン側の人間ですが、この投稿は松本さんのためにはなりません。
身元特定された女性は松本人志ファンに叩かれ、怖くなって仕方なく出廷を諦めるという文春有利なシナリオを作ってしまいます。なのでもしあなたが松本さんに味方する人間ならこのポストは消すべきです。また白黒ついていないのに女性の身元を晒すことこそ真のセカンド例です。女性の人権の観点からも消すことを推奨します。実際現在も活動している B コスの所属事務所前ではなんと抗議凱旋する人たちも出てきているようだ。この不用意な暴露が女性2人を追い詰めたことは確かだ。しかしコメントにもあったように松本に優位に働くとは限らない。もしこれで女性2人にアンチが攻撃を始め2人が危険な目にあったり追い詰められてしまうことがあれば、それこそ松本人志の芸能界復帰は危うくなるだろう。折原はこれ以外にもこの話を彼にリークした文春記者らしき人物から送られてきたメッセージを公開している。折原さん、本日折原さんが投稿した内容の件について B 子さんがツイッターで折原さんのツイートなどを貼られて困っているということです。現在リプ削除に必死になっているようなのですが、情報元についてはどうかご内密にお願いいたします。この記者からのメッセージの信憑性も定かではないが、B 子の SNS に多くのコメントが寄せられているのは事実。過去には体当たり取材で逮捕歴のある YouTuber 折原、彼のこの投稿は果たして真実なのだろうか。これだけ注目を集める裁判の核ともなる情報、これを公開したということはその自信の表れなのだろうか。それともこの情報リークの裏には何者かの思惑があったのか。今後の動向に注目が集まる。